どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはエスケープフロムホワイト。白い迷路の隠し通路を見つけて進んでいく脱出型のワールドとなっています。ワールドに入ると左右にプレイガイドがあります。内容を把握したらタイトルの前にある黒い箱をユーズすれば迷路へと転送されます。この迷路内にはいくつかの見えない落とし穴がそこかしこに設置されています。落ちるとその階層の入り口からやり直しになります。穴があるところにはペンで目印をつけておきましょう。特徴的なのは落とし穴の中に正解のルートがあることで、正解の穴に落ちることで次のステージに進めます。最初は正解が違う迷路内を進むことになりますが、ステージが進むと落とし穴の他に隠し通路も追加され、だんだんと複雑となっていきます。隠し通路や落とし穴の有無は肉眼で確認することは不可能に近いので、必ずペンを持っていきましょう。こんな感じで全部で5ステージある迷路を突破していくクエスト対応ワールドです。人によりますが、だいたい30分から60分ほどでクリアが可能となっています。クリアした後は最初の部屋でパスワードを入力することで感染部屋へと行くことができます。もちろん落とし穴の数がどこにあるかなどを見ることもできます。クリア後は感染がはかどりますね。マッピング能力に自信がある方はペンを使わないで挑戦してみるのもいいかも。そんな感じで白い迷路を脱出するワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。